宋慈林は中国人民解放軍の軍人。甘酒寮県立中学校卒業。1927年8月、候補軍官学校第5期不評科卒業。1926年、中国共産主義青年団に加入。1927年、中国共産党に入党。同年4月、広州で逮捕される。1929年、出国して紅軍に参加。浮草甘酒編遊撃隊隊長、中共連権威軍事部長、小東南、第20隊政治委員、紅軍学校第4分校校長を歴任。反過去移送、調整に参加。1931年春、中共根拠地に到達し、紅軍総司令部共同総隊長、第35軍参謀長を歴任。1932年から独立第3師参謀長、同師長、第21軍第61師師長、厚生軍区代理参謀長を歴任。1934年10月、調整に参加。紅軍大学教員、隊長歴任。延安到着後に、第15軍団司令部作戦課長、第30軍軍長、第28軍軍長を歴任。日中戦争が勃発すると八十路軍第120師、第358旅第716団団長、雁北支隊支隊長兼政治委員、第40隊司令員を歴任。1940年、延安の中国共産党中央党校で学習。1941年10月、延安で成立した候補同学分会の理事に推薦される。国境内戦では津浦前線指揮部参謀長、山東野戦軍参謀長、北兵軍事長所執行部中共執行所所長、渤海軍区副司令員兼第7師師長を歴任。1947年、加東野戦軍第10重隊司令員。1949年2月、第3野戦軍第9兵団司令員。1950年、朝鮮戦争に参加。中国人民志願軍副司令員を兼任。同年11月、第二次戦役では、長津湖でアメリカ軍第1海兵師団を包囲したが、兵力分散や気候などによって失敗に終わる。半年の休養補充後、1951年4月の第5次戦役に参加し、5月には韓国軍第3軍団を殲滅した。同年夏、連合軍の反撃を阻止。1952年、帰国。人民解放軍、高級不評学校校長兼政治委員。1955年9月、上昇。1957年末、軍事科学院副院長兼外軍研究部長、計画指導部長。1967年、文化大革命で失脚。1972年11月、軍事科学院院長。1977年、中共中央軍委員。1980年以降、中国大百科全書総編集委員会副主任、同、軍事巻編集委員会主任、中国軍事百科全書編審委員会主任を歴任。1984年2月には、中央軍委専史、軍史編審委員会副主任委員。ありがとうございます。